天神橋6交差点付近から南を望む、南森町交差点付近から南を望む、北区天神橋1丁目付近天神橋筋は、大阪府大阪市を南北に走る、主要地方道。区間は、東淀川区のながら京北詰め交差点から、中央区の天神橋交差点までの、約 3.8km で、北区の東部を南北に縦断する。南森町交差点以北は、 大阪府道14号大阪高槻京都線、南森町交差点天神橋1交差点間は、大阪府道102号恵比寿南森町線、天神橋1交差点以南は、大阪市道天神橋天王寺線の各一部区間に、当たる。天神橋1交差点以南は南行きの一方、通行となる。天神橋6交差点付近から天神橋1。 交差点付近にかけて、阪急地里線と地下鉄境筋線が地下を走っている。1913年に、天神橋6交差点天神橋1交差点間が、大阪市電天神橋西筋線の付設によって、1927年に、長江橋南詰天神橋6交差点間が、大阪市電長良橋筋線の付設によって、1934年に、 天神橋1交差点天神橋交差点間が松山地筋の拡幅に伴ってそれぞれ拡幅、新設された道路である。大阪市電は両路線とも1966年に廃止され、代わって地下鉄境筋線が1969年に開業。1983年には長原橋が現在の橋に架け替えられた。 天神橋一南交差点以北の区間では、一筋東の天神橋筋商店街が元来の天神橋筋である。現在も年配者を中心に商店街の筋を天神橋筋と呼ぶケースが少なくない。天神橋西筋線の路線名からもわかるように、主要地方道の方を天神橋筋と呼ぶケースはほとんどなかったが、ながら橋掛け替えと同年に、 天神橋筋の道路相性を付与されて以降、次第に定着するようになった。ありがとうございます。